ス20度の世界でメントスコーラしたらどうなるの。2022年一発目の企画は大事件 in ロシアマイナス20度、明けましておめでとうございます。はい、どうもマリシカチャンネルようこそ。ロシアモスクワに12年住んでいてバレエをしている私が作るこのチャンネル、ロシアとバレエに興味のある人はぜひチャンネル登録しておいてください。ということで、今私が持っているのはコカ・コーラとメントス。I have a cola, I have a Mentos. メントスコーラ。実は私、初のメントスコーラに挑戦しようと思います。でもね、本当はコーラもメントスも大好きなので、飲みたいの、食べたいの、実験で使うのはもったいないでしょう。でも、メントスコーラと言ったら、YouTuber の登竜門、2022年も YouTube 頑張るぞという思いを込めて、メントスコーラに挑戦します。ただ普通にやってもつまらない。なのでこの日を待っていました。今日はお昼でもマイナス20度というこの冬一番の寒い日と言われています。なのでこのマイナス20度を使ってメントスコーラをしたらどうなるのか、行ってみよう。凍ってしまうのか、それとも爆発するのか、成功するのか失敗するのか、私とコーラが凍る前にやってみよう。さあ行くぞ。はい、ということでね、コーラ噴射するところを見えるようにちょっと画角を変えました。私が持ってるメントスはこれロシアで買ったものなんですけど、普通のフルーツ味とソーダ味、そしてコカコーラは普通のコカコーラでございます。はい、早速やってきますよ。取れてるね。 OK。 初めてだからね、ちょっと緊張しますけど、まずはメントスを開けておいていきますよ。ちょっと待って、手袋取ります。マイナス20度寒いけど滑らないようにいきます。噴射してる、噴射してる、もっと入って。おー、見えますか見えますか見えますか、みんな普通に普通に普通に噴射してます。ほら、どうですか。おっと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 と、わー、一応メントス噴射しました。そしてこれぐらい残りました。はい、はい。それからね、インターネット情報ですけど、このコカ・コーラゼロの方がちょっと噴射するんじゃないかっていう話も聞いたので、今度はコカ・コーラゼロの方でもやってみたいと思います。メントス出しといた方がいいのかな、最初から出しときますね、スムーズにできるように。1、2、はい、フルーツ味のメントス出しときました。では行きます。あ、手が凍ってる、手が凍ってる。では行きます。開けてすぐ、開けてすぐ入れる、すぐ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 。わーできたできた、メントスコーラ。うわ、ゼロはもうほぼなくなってます。見て、最後ちょっとしか残ってない。コカ・コーラゼロの方がメントスコーラの勢いは抜群でしたね。え、じゃあこちらも飲みましょう。はい、皆様明けましておめでとうございます。そして今年もよろしくね。はい、おいしい、おいしい、フコースター。はい、ということでいかがでしたでしょうか。マイナス20度の世界でもメントスコーラは成功しました。イエーイ。で、実は去年はマイナス20度の世界で濡れたタオルを回したらどうなるのかというのを行っていますので、興味のある方はこちらの動画も見てください。概要欄に URL 貼っておきます。マイナス20度の中で実験頑張ったねと思った方、 YouTuber の登竜門突破おめでとうと思った方、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、パカパカ、明けましておめでとう、今年もよろしくお願いいたします。イエーイ、寒いので帰ります。みんなも健康第一でね。バイバーイ。
チャンネル登録よろしくね。